高橋周平、30歳、2割1分5厘、0本、14打点、OPS 524、率直な感想。3球団競合のドラ1がこれよ、まさか通算でホームラン100本打てないとは。龍の未来にふさわしい姿。特例抹消された周平の代わりに上がってきたのが引退するとの上という闇。高卒1年目で名古屋逆方向に放り込んだ逸材。ぶっちゃけ2000万ぐらいなら守備固めとして必要かな。こちら6750万円となっております。こいつ B ランクやから保証取られるで。トレードも無理やな。大幅減俸やろなー。どうしてこうなった ?2020 年の成績を続けれたら、手術をしなかったのだね。